はい。というわけでお疲れ様です。バナードです。今回はアクセサリーですね。ポップマートアンボクシングレビュービログ。ディムのレトロシリーズ。ディムのレトロシリーズね、僕の中で今年度かなりグッときておりまして、なかなかこのアクセサリー買うことってほとんどないんですけど、買っちゃいました。まあデザインがね、もうこの結構歴代ディムの中で1位2位を争うこのデザイン、レトロシリーズのデザインの AirPods Pro、 AirPods Pro 用のこのねケースですね。でずっと僕これ裸で買ってから使い続けてて、結構年季入ってきてるんですけど、まあせっかくなんでちょっとこの可愛らしいケースがね出たので、まあちょっとつけてみて、あまりにもちょっと使用感とかに難あればちょっとまた考え直しますけど、ちょっとこれでね、ちょっとつけていこうかなと思っております。で、まぁ、ちょっとね、せっかくなんで、AirPods Pro ケース、ね、初めて使います。今回、あ、柔らかい質感なんですね。あ、この質感だとペタってくっつくんですかね。よいしょ、あ、ぺったりくっつく感じですね。で、触り心地が、あ、これは嬉しい。これ触り心地がちょっと硬い、ちょっとこうメタルな感じだったら、ちょっと僕あんま好きじゃなくて、冬寒い、冬冷たくなっちゃうんで、あんまり好きじゃないんですよね。あと手が乾燥してると結構触りづらいってのがあるんですけど、これ柔らか、なんかちょっとソフビっぽい質感ですね。柔らかなんで全然触ってて苦じゃないですね。メタル質感というよりかは柔らかいです。で、これ上に被せるやつですね。ここにカパッと、ああちゃんとつくんですね、こんな感じで。で、あーでもこれでもちょっと怪しいっすね。上の部分はどうかな、これ開けるときに、あでもこう開けた状態で、あちゃんとこうやってつければバッチリうわいいっすね、めちゃめちゃ存在感が出てきました。でそんなにサイズもほんとちょっと一回り大きくなったぐらいなんで、これぐらいだったら全然いけますね。いや、いい。このサラサラした、この独特な触り心地がかなり好きです。ディムね、K2 って書いてありますけど。いや、裏はこんな感じですね。かなり高級感があります。本当にまあ見た目はね、ちょっとメタリックな感じですけど。触ってみたらちょっと柔らかいっていう感じで、こちらもさらにこうアクセサリーでこのレトロシリーズですね、この王冠がついてて、これはちょっと間違いなくねポロッとなくしちゃいそうなんで、これはちょっと外して運用かな、まあ、つけててもいいけど、ちょっとこれは悩みどころですね。まあ、つけてた方がよりね可愛いんですけど、悩むところでございます。まあ、でもいいですね。全然問題ない。本当にこの触り心地と、このなんか、これが取れちゃうんじゃないかっていうのが心配だったんで、そこは全く問題なくクリアしてますね。いや、素晴らしい。ディムですね。レトロシリーズの AirPods Pro ケース。ちょっとこれから使ってみたいと思います。で今回なんですけど、ちょっとまあこれで終わってしまうのもちょっと寂しいので、私のマイコレクションレイバックシリーズっていう感じで、たまにねスカルパンダとかディムではやってたんですけど、過去作品、プレイバックっていう感じで、ちょっとかなりランダムに、今回持ってきまして、ランダムかつ、続編待ってますよというシリーズの子たちを持ってきました。まずはですね、こちら、私の Vlog を昔から見ていただいている方ならご存知かと思いますが、もう大好きなビータですね。このビータというシリーズはちょっとこうファッションですね、ファッションに特化したブラインドトイでございます。そこがまたねそのアプローチが好きで、このシリーズに関しては僕はずっと新作を待っている状態でございます。これ犬もね、ワンちゃんもいつもついてくるんですけど、まあ、そのセットで、2体で入ってるんですけど、前回のエクストリームスポーツシリーズからかなり間が空いておりまして、ちょっと心配しております。
あのまたちょっと原点回帰であの音楽系とかファッション系ね、もうほんとこういう、 もう洋服だけに こだわりを持ったフィギュアでも全然買うので、あの作家さんどんな方か全く分かんないですけど、待ってます。もう大好きなシリーズですね。これもね、これ一応結構アジアでは著名なトイブランドなんですけど、こう、009スペースウォーカーだったかな、このユニオですね、スペースユニオっていうあのスーパーバンドっていう、まあ、ちょっとこう宇宙の、宇宙旅行をしてるこういう人型のキャラクターとか宇宙生物がこうみんなでこうなんかこうロックコンサートをやってるみたいなイベント、音楽イベントやってるようなシリーズなんですけど、これもちょっと全くまた音楽とは違う感じで出てほしくて、スペースユニオね、これ大好きなんですよね。デザインがかなり僕結構好きで、なんか可愛くてね、ちょっとこうスペーシーな感じというか宇宙テーマな感じがすごい好きですね。まあ、この後ろとかね、ちょっとこう何かのオマージュを感じるところもあったりとか、なんかまあやっぱ可愛さですかね、なんか独特な可愛さがありますね。まあ、このシリーズもめっちゃ待ってます。そう、過去にねちょっと開封動画アップしてたりするので、ぜひ見てみてください。めっちゃ可愛いんで。さあ、そしてお次はドン、でかいこれね、これいいですよね。こちらはタプーというキャラクターのシリーズですね。ちょっとレトロな、まあ、めちゃくちゃこう元ネタあるんだろうなみたいな、こうレトロトイに、こう登場してるキャラクターっていう感じですね。これもね、ちょっとまあ多分ね、こういうこのシリーズに関しては、まあこのシリーズで完結しちゃっても全然まあ美しいといえば美しいんですけど、これかなり好きなんでね、僕の友達がこうね、自分が好きそうだからっていう感じで、ポップマート全く知らない友達が僕にプレゼントしてくれるぐらい、まあ、僕もかなり好きなシリーズとなっております。これいいですよね、マジで。で、このボリュームで、特にこう値段もね、価格も特別高いってわけじゃないので、ボリューミーさと、まあ、このレトロ可愛い感じがめちゃくちゃ好きですね。これもだから、まあ、ここまで間が空いてしまってると続編はちょっともう出ないのかなっていう切なさがあるんですけど、僕はめちゃくちゃ好きなシリーズタプーですね。で、最後はちょっと新作予告じゃないですけど、じゃん、この子の新作が発表されましたね。ポップマートグローバルアカウントの方で発表されました。この子はプッキーですなんですけど、で、これなぜこれ持ってきたかというと、プッキーの中で僕一番これ気に入ってて、かなり昔のプッキーの、ね、ブラインドボックスなんですけど、最近のはね、結構ボリュームがあったり小道具いっぱいついてたりとか、結構こう細かい造形がディティールが楽しめるんですけど、この頃のプッキーのこのシンプルな、これスリーピングベイビーシリーズなんですけど、このデザイン何なのっていう、めっちゃ気に入ってるんですよね。これアヒルの浮き輪つけて、なんかエイリアンの格好をつけてる、かなり謎に満ちたプッキーなんですよね。かなり気に入っちゃってます。いろいろこうお祭りフェスティバルシリーズとか、何してるのシリーズですね、もう結構大ヒット作あるんですけど、なんかこう昔のシリーズって結構廃盤になっちゃうんですけど、このシリーズだけなぜか全然買えるっていう、そこも不思議なところでございます。これかなり好きなプッキーですね。で、プッキーの次の新作がね、結構頭の部分のこの髪の部分がちょっとこうトロンとしたクリアパーツ、クリアカラーで彩られてる、かなり幻想的なね、ちょっとこうフォレストナイトな深夜の森みたいな感じの、過去にリムであったようなシリーズなのかなという感じがしていて、で、まあ、その中でもね、ちょっとオレンジカラーのプッキーが中にいて、それはちょっとね、まあ一応1個はね、とりあえず買おうかなと思ってます、プッキーね。ちょっとそれがどうなるか、ちょっと非常に楽しみなところでございます。というわけで、今回はちょっとアクセサリーレビューっていう感じで、まあ、まだ実際に持ち歩いてるわけじゃないんですけど、まあ、ちょっとこの実際触ってみてね、もう思いのほか触り心地が良かったという感じですね。多分これまだ動画越しで見ても結構メタル感あると思うんですけど、これ実際にやっぱ触ってね、このプニプニした、プニ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 っていうよりか、まあちょっとこうなんだろう、
低反発みたいな、なんですかね、この硬くはないんですよ、なぜか。どういう理屈なのかわかんないですけど、まあこれをはめることによってピッタッとこう AirPods Pro にこう吸い付くような感じの素材ですね。しっかり機能的にも問題なさそうなんで、ちょっとこれでしばらく運用してみて、また何かあればお伝えしたいと思います。はい、というわけで今回ポップマートレビュービログ、ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。